オメガラビリンスライフ。場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。ここで良いでしょうか。いいもの拾っちゃった。いいものあるかな。お世話をするときはエリアを選んでくださいね。
どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしましょう？まく数はいくつにし、これでよろしいでしょうか？これでよしっと。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしいでしょうか？きれいに育ったね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？どのお世話をしますか？お花でいっぱい。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょう？種はどれに？どん、お花、どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お水はどれがいいでしょうか？これでよろしいでしょうか？きれいに育ったね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれ、ど、お花、どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょう？どの、お花でいっぱいな庭園、どのお世話をしますか？花壇はどれにし、種はどれ、どの、どのお世話をしますか？お花、まとめてお世話ってお手軽でいいね。暁様の手でどんどん庭園が素敵になっていきますね。それでは次は掲示板からの収穫についてお話ししますよ。またお時間があるときに桃に声をかけてくださいね。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか？頼んだものはどうなっている？そろそろあると嬉しいのだが。そうか、仕方ない。焦らなくていいから頼んだぞ。頼んだものはどうなっている？そろそろあると嬉しいのだが。そうか、仕方ない。焦らなくていいから頼んだぞ。お花、どのお世話をしますか？
花壇はどれにしましょうか。どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょう。種はどれに。どのお花。何をするんですか。庭園。変えたい場所を選んでください。何をするんですか。どれを合成元にしましょう。フローラ、お姉ちゃんがいるとね、すっごく楽しいんだ。おやおや、よく来たのさ。おや、よく来たのさ。さて、何が欲しいのさ。これでいいのさ。お買い上げあり。他に欲しい。これでお買い上げ。売るものがなくな。さて、何が欲しいのさ。
売る。さて、何が欲しいのさ。今回は特別に、どの装備にストラップをつけるのさ。大切な装備に。場所を選んでください。行きたい場所へがアイテムの鑑定を行います。方法はそのアイテムの整理整理、持っているアイテム、ダンジョンに持っていくアイテムを整理しましょう。場所を選んでください。あ、皆さん、どちらを確認しましょう。みな、行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。場所を選んでくださいね。
お花、どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お世話の方法はどうしますか？種はどれにしましょう？お世話の方、どのお世話、お花でいっぱいな庭園に一緒にしていきましょうね。花壇のお世話をするときはエリアを選んでくださいね。どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お世話の方法はどうしますか？どのお世話をしますか？花壇はどれにし、種はどれにしましょう？どの、お花でいっぱいの庭園にどのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？種はどれにしま、どの、お花でいっぱいの庭園にどのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お世話の方法はどの、お花でいっぱいの庭園に、お花でいっぱいの庭園にどのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？お世話の方法はどうしますか？種はどれにしま、お世話の方、どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょうか？収穫しますか？いっぱい取れたかな？お疲れ様でした。どのお世話をしますか？お花でいっぱいの庭園に、どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょう？収穫し、いっぱい取れたかな？お疲れ様でした。何、どのお世話をしますか？お花でいっぱいの庭園、お花でいっぱいの庭園に一緒にしていきましょう。どのお世話をしますか？お花でいっぱい、どのお世話をしますか？
段はどれにしましょうか。お世話の方法はどうしますか。種はどれにしましょう。お世話の方、どのお世話をしますか。お花でいっぱいの庭園、どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。お水はどれがいいでしょうか。これでよろしいでしょうか。きれいに育ってね。どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。収穫しますか。取れたかな。お疲れ様でした。何が取れたか楽しみですね。どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。お水はどれがいいで、これでよろしい。どのお世話をしますか。お花でいっぱいの庭園に、どのお世話をしますか。お花でいっぱい、どのお世話をしますか。お花でいっぱい、こうしてお花さんが喜んでくれると私もすごく嬉しいです。行きたい場所を選んでくださいね。お花ってとても不思議ね。いつも私たちを導いてくれる。お花でいっぱいの庭園に一緒にしていく。
日も一日楽しかったよ。明日はどんな日になるかな。明日も素敵な一日になるといいわね。どなたの放課後を覗き見しましょうか。こちらの方でよろしいですか。こっちは元気でやってるから心配いらないよ。それじゃあママにもよろしくね。ご家族と電話？うん、パパからかかってきたの。とっても仲がいいのね。そうだね。そういえばあんまり喧嘩した記憶はないかも。あら、そうなの？パパもママも昔からやりたいことは何でも応援してくれたし、パパとママの子供でよかったなーっていつも思ってるよ。そんな環境でのびのびと育ったからこそ今のベルネちゃんがあるのかもしれないわね。そうなのかな。こんなに可愛い子に育ててくれたんだからご両親には感謝しないとね。今度帰ったらたくさん親孝行しなきゃ。どなたの放課後を覗き見しましょうか。こちらの方でよろしいですか。ベルは何か好きな食べ物ってある？クレープが大好きなんだ。美味しいお店今度教えてあげるね。ありがとうベル、楽しみにしてるね。ひなちーの好きな食べ物は？私はアップルパイ。お母さんが好きだったみたいで、その話を聞いてから大好きになっちゃったの。そうなんだ。好きなものが一緒って素敵だね。勉強したから自分でも作れるんだよ。いつかお母さんに作ってあげたいなって。自分で作れるなんてすごいね。私はクレープ作れないよ。今度私が作ったらベルも食べてくれる？もちろんだよ。じゃあ今度のお休みは二人でアップルパイパーティーだね。楽しみ。頼んだものはどうなっている？そろそろあると嬉しいのだが。そうか、仕方ない。焦らなくていいから頼んだぞ。いいものあるかな。ここで良いでしょうか。いいもの拾っちゃった。お姉ちゃん、虫さんがいっぱいなの。面白いな。ぴょんぴょん、またね。ぴょん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 、ふわふわなの。またね。くすぐって。
くすぐったかったの。お姉ちゃんたちのおかげなの。ありがとう。お願いしたいことが、少しいいでしょうか。すみませんが、お願いします。お願いしたものはどうでしょう。順調でしょうか。ありがとうございます。本当に助かりました。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。場所を選んでくださいね。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。お花でいっぱいの庭園に、どのお世話をしますか。花壇、どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。収穫しますか。いっぱい取れたかな。お疲れ様でした。何が取れたか楽しみですね。どのお世話をしますか。お花でいっぱい、どのお世話をしますか。お花でいっぱいの、どのお世話をしますか。お花でいっぱいの庭園に、どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょう。種はどれにしましょう。まく数はいくつ。これでよ。どのお世話をしますか。お花でいっぱいの庭、どのお世話をしますか。お花でいっぱいの庭、どのお世話をしますか。お花でいっぱい、どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。お世話の方法はど、これでよろしいでしょうか。これでよしった。どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。お水はどれがいいでしょうか。どのお世話をしますか。お花でいっぱいの庭園、どのお世話をしますか。花壇はどれにしましょうか。お世話の方法はどうしますか。どのお世話をします。花壇はどれに、種はどれにしましょう。まく数はいく、これでよろしいです。
どのお世話をしますか？花壇はどれにしましょう？種はどれにしまし、どの、お花でいっぱいの庭園。オメガラビリンスライフ。